はい、こんにちは、生体院浅井院長の浅井です。今日は先日、女性の方に、2本目の動画になります。今日はですね、内臓生体チネイザンについての話になります。先日、愛知県でチネイザンというキーワードで、あと駐車場があるお店ということで当院の方を探されて内臓生体を受けに来られたトヨタの女性の方なんですが、この方のきっかけはですね、その豊川でトレーナーを受けてた先生からその内臓生態チネイザンのことを聞いたということで受けてみたいなと思ってたんですが、近くにここがあったのでこちらに来たということです。で現在、レジの仕事とか接客とかして、ストレスは以前の仕事に比べれば少ないけども、ないことはないということで、3ヶ月前から当院のことを知っていただけて、現在は30代の主婦の方で、という感じでですね、はい、で問題はです、首肩内臓ということで、そんな感じでさせていただきました。そうですね、そうですね、この方の場合は、意外に30代のなのに結構いろいろと内臓に問題があるなっていうのは ありましたね。ご自分ではストレスはあまりないということだったんですが、多分ストレスと、あと、あ、そうですね、この方は確か菓子パンを食べる癖があるということで、ご飯代わりに菓子パンを食べる、それだけで終わらせるということがあったりとか、で食にちょっと食がちょっと不規則、甘いものっていうか、その菓子パンがご飯代わりになってるっていうのが長年続いた結果っていうのもプラスアルファで、もしかしたら糖質がお腹に溜まってきてるのかなっていう気はしてました。あとはやっぱりストレスはが、ちょっと人よりはかかってるのかなと思い、30代の前半にしては、ちょっと気になるぐらいの内臓の硬さっていうのがすごい感じました。今回はその内臓の方を結構重点的にやらせていただきたんですけども、子宮の方もちょっと子宮の方もちょっと、不妊症で悩まれてるっていうのもあったので、不妊症のための生殖部のチェックというか、医者の方、産婦人科の方でチェックを何度かしているんですけども、そちらの方では何も異常はないということだったということを言われてたので、多分大丈夫だなと思ってたんですけども、実際チェックをするとですね、子宮内部には、よくある皆さん問題を女性の方で多く持たれている子宮に、内部にしこりのような、こりのようなものが、実際ありまして、それが、いろいろな悩みを引き起こしている可能性が高いなというものがあったので、それを伝えさせていただき、本人もご本人も様もですね、ちょっとびっくりされている感じはありまして、次回は内臓とその、子宮卵巣の中部も施術をさせていただくというふうな話をさせていただいております。首肩に関しては、ある程度普通の人並み以上にあったので、そちらもしっかりやらせていただき、満足いただいたという形になります。今回の、施術以外のところでですね、ちょっといただいた、コメントがありますので、本日の施術や店内の様子、ご対応で気になった点、改善した方が良い点などございますかという点、質問で、時間にいなかったのは良くない、もう少し明るく振る舞った方が良い、電話対応も暗いので、不安というふうにちょっと言われまして、ちょっと自分の、不注意でですね、今回ちょっと事前予約でいただいてたんですが、ちょっと自分が何かのきっかけで、何かのちょっと手違いで、
いつもホームページに予約があればですね、そこに必ず時間と曜日を入れるって言うんですけども、今回ちょっと入れるのを多分入れてたんだと思うんですけど、間違って削除しちゃったと思うんですよね。それでちょっと今日は予定がないものだと思って、外に出てたんですね。なので、お客様来られて、10分ぐらい待たれて、それから僕の方に携帯に連絡がありまして、もうついてるんですけどっていうことで、そこからすぐ飛ばして5分以内に戻ってきたんですけども、まあ、そういった失点が今日久しぶりにちょっとやってしまいまして、まあ、その点すごい申し訳ないことしたなと思って反省しております。もう一点はやっぱり、まあ、電話対応が暗いということで、ちょっと明るく振る舞った方がいいというふうにご指摘いただいたので気をつけたいなというふうにはちょっと思っておりますが、徐々にしかでちょっとできないかもしれないですけども、ご了承ください。頑張りたいと思います。はい、ということで、ちょっと長くなりましたが、2本目の動画、30代女性の、知名山、内臓生体、愛知で調べ、あの、し、あの、し、え、で、探された、お客様の、内容になります。はい、今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。失礼いたします。